全体的にご覧になっていかがでしたでしょうか。まあ、あの3軍の、ね、あの初めて見る選手もいたんですけど、まあ、本当に、ね、魅力ある選手がいっぱいいるなと思いながら見てました。はい、ティマ選手すごいの頑張ってましたけれども、いかがですか。いや、あの、いいホームランだったしね、その後もね、あのスリーベース打って、今日は目立ってましたね。はい、投手陣も若い選手がすごい、あの成長が楽しみだなという選手が多かったですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。やっぱり無駄なフォアボールだったり、ね、それまあ本人たちも分かってるでしょうけど、もう少しねど真ん中投げろっていうのをもうちょい浸透させていきたいなと思います。あの試合前の練習では、あの浅野選手が高城の方で打撃練習して、こちらの方でもシートノックに出たようですけれども、浅野選手とは何かご会話だったりとかはしてないですけど、報告は今日しっかり受けたので、はい、そのうち、あの、まあ、の練習にも参加されると思うんですけれども、浅野選手についてはあのどのようにこう見守っていく形で。いや、もう今のところね、順調にリハビリ来てるんで、まあ、慌てさせずに、しっかり段階踏んでね、やってもらおうかなと思います。はい。